エベハラ氏は、エベハラを、死、本生とする氏族。日向たい家の氏族として、宮崎県、また、茨城県に多く見られる。伊勢クワナ藩主家臣に、エベハラ玄米がおり、廃藩地県で、エベハラ玄護は、クワ県県省三次となり、同役には、タツ直文と共に重役となっている。このエビハラ氏は、下宇佐相馬群の出自で、 結城きてる友の末裔で下嘘呼びが島城を京徳の乱で落ち延びたとされている。江戸時代初期に松平定綱が大垣治業の時に主観し、藩主客氏の戸侍として召し抱えられ、江戸館上法大間間り役を歴任している。記録としては桑名藩主として桑名藩の天命遺書に記されている。また、結城氏や宇名が氏の末裔としての記録も残っている。 明治期には、稲部市に自身の別邸を開放し、現在の稲部市立山号小学校の前身を作っている。海老原氏は、旧姓が藤原であり、藤原南家流の姓は源氏に始まる。結城市の流れでは、村上源氏の海老原氏も存在する。平安時代の中期、日立の助となった藤原南家流の伊藤氏の祖と共に、日立の国に下校する。その後、 1335年、足利高氏から命じられた伊藤助餅らと共に、日向国に下校する。帯半形成後は、田野地区の大官職を務める。日向伊東家の海老原の家紋は、藤原氏の吉光と姓は源氏の花菱を組み合わせた吉光家領である。桑名藩氏海老原家の家紋は、丸に三つかしわで、三重県四日市市上海楼、下海老にはそれぞれ、伊比原神社。 二匹原神明神社が存在している。桑名市立図書館デジタル像、天命由衣ありがとうございます。